ほなやりましょうか。はいはい。さて、1本目はどういった感じで？ですね。何か。あの1本目は、はい、今回まあちょっとゴム教科書だろうとなっておりまして。教科？教科書。議論から始まっても教科。なるほど。やりますね。はいはい。教科というのを強くする。視聴率をアップさせる。そのために一生懸命やっていく。なるほど。ネット甲子園も終わり、そして裏番組の強い中、これからいかに ABC の深夜を盛り上げるか、これはやっぱりこの番組にかかっている、こうおっしゃるわけですね。さようでございます。なるほど、わかりました。じゃあ始めさせていただきます。はい、結構です。1本目は、準レギュラーガリガリガリクさんと、はい、ということで、おもたせ、いつものおもたせありません。彼本名なんて言うんですか？坂本何子？坂本雄介。雄介か。全くかけらもない名前ですね。坂本雄介くん。なるほど。ガリガリガリクソンが、まあレギュラー、この日のレギュラーとして入るわけですね。そうです。はい。で、お待たせはありませんので、メンバー紹介あった後、まずは行くでで、ポンとめくれたら相原さんに次男。今日挨拶していただきました。男の子がまた生まれはったそうで、なかなか男男、はい、上の子が刑事君、下の子が犯人君。犯人君。違うんです。刑事君犯人君。そういうネタをやったはったんだ。刑事君犯人君という、そうではない。違いますね。はい、なるほど。結婚生活どうですか？なんとか順調にここまでは。あ、そうです。はい。セックスもしてますか？ぼちぼち、はい。あ、人並み程度させていただきます。ぼちぼち。新婚でしょ？新婚です。はい。新婚なのにぼちぼちぐらいで。あ、はい。ちょっとまた、はい。あ、ダメですね、先輩。いや、本当にそれ。僕、こいつがそんな幸せの盛りになってきたところで、僕、先日、別居がスタートしました。それは、え、はい、それはいわゆるマイナス方向に向かっていっての別居ですか？そうですね。なんか事情あってじゃなくて、ではなく、お互い、はい、あのまあクールダウンしよう、嫁から、嫁発信で、え、はい、あの言われてしまう、別居的なことをスタートしよう。はい、いや、つらいな。辛いでございます。辛いな。え、受けた？いや、もうさ、固辞しましたよ、嫌だと。うん、そんなもん、振られたらあかんという話をこういろいろあの手この手でしたんですが、はい、無理ですと。無理ですと、はい、一旦離れましょうと。はあ、なるほど、はい、いやいや、夫婦、素晴らしきもの、夫婦、不悲しきもの。まあ、言葉ありますが、どう聞いて。笑ってられない。笑ってられない。この動画多いからね。いや、もう、先輩方多いですから。ギリギリのところやからね、みんな。この商売は。私も危なかった。どこか危なかった。その都度、土下座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 。カム、土下座。土下座かな。ほんまやね。昔ほど男の土下座も高ないし、そんなにうちなら何でもないし、はい、できるとこはしといたら、はい、しんどいね。いや、そうですよ。もう家のことも何にも分かんないですし。そうやろ。本当に何にも分からないです。そうやろ。打ち合わせしましょうか。はい、すみません。やはりさん、自分たちそんなお話ししながら、はい、今日は、うん、前3、どれぐらい半年ぐらい前かな、そうですね、来られたあのドクターレオンさん、マジシャンの、うん、がもう一度来られて、で一応手としたら、もう一回これを見破ることができたら、前回も言ってたんですけど、見破ることができたら100万円もう一回皆さんにチャンスなどに来ましたよと、うん、いうので、一応ドクターレオンからの挑戦状ということで、うん、レオンさん来られますんで、もうお決まりはこれだけですね。あのコンプリート、最後に
あのビルで使っている寝るやつね。コンクリート寝てから、ね、コンクリートちゃいますツッコミが入れんかったらどうしようかこいつ僕はこう言ってるのこいつからだと思ったんですけどありがとうすいません、ね、こう言っといてあなたから来るねあなるほどもういきなり先輩からいやいやありがとういやいやもう